はい、どうも皆さんこんにちは、シアンです。スーパーマリオメーカー実況プレイやっていきましょう。で、今回はちょっと皆さんのステージをやっていく前に、この作るというモードをやっていきたいと思います。ちょ、いきなり死んでしまいましたけど。で、まあこのステージ、あの俺の今作りかけのステージなんですけど、ちょ、今回このステージを軽く皆さんに紹介しようかなと思います。いわゆる、あの、自己主張コーナーです。行きましょう。こう、まあ、いきなり上か下か人生の選択肢を求められるんで、とりあえず上から行きましょう。こう、上は敵ルートで、下が仕掛けルートっていう感じに、はい、なってます。まあ、全部じゃないですけどね。はい。まあ、ここだけなんですけど。で、こう、カメックにこうやって壁を消してもらいましょう。出ないと先には行けないようになってます。で、ここ。何の意味もないファイヤーフラワーがあるんで、はい、この何の意味もないファイヤーフラワーを取っていきましょう。で、ここまた、あの、こうやって仕掛けルートと敵ルートにまあ分かれてるわけなんですけど、とりあえず今回は、下ルート行きましょう。敵から。で、ここ、一回入っちゃうと、もう戻ることはできないんで、はい、強制的に敵ルート進みましょう。で、このパックンフラワーを口に含んだ状態で、ここで吐くと、はい、ちょっとストラックアウトできます、ここで。はい、小学生の気持ちをここで味わおうということにしてました。で、このドッスン避けると、なんと下矢印があるんですよ。はい、この下にも何かあるんで、はい、あんま急ぎすぎないようにしましょう。で、こちら。なんと右にスターありますよね。いいじゃんって思って、この P スイッチ踏むと、まあ、スターは出てきます。ですが、取りましょう。何も意味がありません。はい、なんと敵出てこないんですよ。しかも P スイッチ先踏んじゃったんで、このブロックがコインになれません。はい、なので結局ボーナスステージも逃してしまうっていう、1頭を追うものは2頭も得ずという、はい、そのことわざができます。で、こちらちょっとなんか難しそうだなーって思うじゃないですか。この敵ルート、なんかここにはワンワンがいて、はい、ここにワンワンがいて、ここにテレサがいて、なので、この扉、入っちゃいましょうということで入ります。すると、なんと、巨大バージョンになって襲ってきます、ここ。はい。楽な道を行こうと思ったら逆に険しい道に行っちゃうよっていう。はい。もうこういう人を信じられなくなってしまう、あの、コースになっております。で、まあ、ここ無事通り抜けたら、もうゴーって書いてますよね。このゴーは、人生のゴーです。人生終わりましょうっていう意味でゴーって書きました。で、ここを下行くと、さあ、ファイヤーフラワーを取って、いよいよクッパ戦ということになってるんで、まあ、ここは絶対クッパ倒していきましょう。でないとゴールはできないようになってます。ヨッシーが、あっち。あ、もういいでしょう。これヨッシーどっか行っちゃったらもうほっとくしかないんで、はい。でも P スイッチがあるんで踏んでいきましょう。すると、クッパさん、投身自殺しようと思うんですけど、これできない時もあります。すると、キラー放題が、肩を押してくれます、クッパの。はい、自殺の手助けしてくれるんで、迷ってるクッパの。ここでもう一回 P スイッチ踏むと、はい、とどめを刺すことができます。で、これで無事クッパ親子を倒したら、はい、矢印見てください。なんとこの上がゴールになってるんですけど、P スイッチを踏むことによって流れてきたこのキラー砲台。はい、下にありますよね。こっからなんとマントが出てきます。なのでこのマントを取って、うまいこと、上に上がることができます、こうやって。あっち足りませんでしたね。はい。まあ、ここ、こうやって上に、はい、上がって無事ゴールという、まあ、こういうコースにしてます。ね、よかったらこれ、また ID 貼っとくので、はい、やってみてください。結構、頭使う部分もね、多いっていうか、まあ、意地悪な仕掛けに、はい、若干なってるんですけど、まあ、惑わされないように、皆さんやってみてください。よし、じゃあ次からはこれをやっていきましょう。お試し作成というコースです。お試しで作ったものを俺がやるっていうのはどういうことなんでしょうかっていう感じですね。やっていきましょう。別に悪くはないですよ。別にお試しだからどうとかそういうことはないんで。はい。まあ、お試しって言っときながら本番ギリギリまで作ってそうですよね、このステージ。どっかにキノコが。お、
キノコですね。もしかしたらこのキノコもお試し感覚で入れたっぽいですよね、なんか。ここにキノコ入れたらどうなるかなっていう。多分ここでノコノコ入れたらどうなるかなっていう。はい。お試し感覚でこれも入れましたね、絶対。じゃあこれも倒していけばいいのかな。おお多分これ残像のお試しですね、絶対。はい、マリオの残像を使ってこのお試し入れたんでしょう、多分。どっち行けばいいんだろう。上か下かあるよね。じゃあ、とりあえず上から行きましょう。なんか下、騎馬戦やってるんで。はい、騎馬戦の邪魔はさすがにできま、やばいやばい。ちょ、月相出てきました。月相が出てきましたね。ちょ、まあいいでしょう。スルメにかまってる暇はないんで。ここ、ファイヤーかな？おー、ファイヤーでした。やった。じゃ、これどうするんだろう。これ、トゲ像が投身自殺していきますね。おお、ここはどうやらコインが出てくる。あ、なんかあんのか。あー、そういうことですね。あのクリーボーをうまいこと高さ調整してキラー放題を足場に登っていけということですね。と思ったらもうできてました。なんかわかんないですけど、よかったです。もうすでに高さ調整できてたんで行きましょう。で、ここ下かな。なんか下行ったら落ちそうだよな。落ちなかったですね。よかったよかった。うまいこと壁キックかな。これトゲメット避けつつこうやっていけば OK ですね。この甲州撒き散らしてんのもちょっと倒していけばいいのかな。なんかレンガブロックありそうなんで、このレンガブロックをなんとか倒したいな。こういう感じで、はい、行きましょう。自分でも何をやったか分かってません、今の。なんか勝手になってました。で、ここ、OK です。もう、下はないと見たでしょう、俺。もう、下はないと見ました。じゃあ、この赤、ノコノコも踏んで、クリボーをストラックアウトすればいいのかな？こうやって、OK です。なんか消えてましたね。もう、クリボー逃れましたけど。じゃあ、あ、なんか上からビラが降ってきてますね、これ。なんか上に誰かがいるっぽい雰囲気が。で、これも倒していけばいいのかな？あ、これ倒しちゃダメだったんじゃないかな。これいけるかな。お、よかったです。よかったです。いけました。で、これ行き過ぎちゃうとトゲ像が、はい、下にいるトゲたちが、ちょっと、お前やめとけや、みたいな感じで、はい、足止めしてくれる友達ですね、これ。で、これ倒せば。何も起こってませんでしたね。はい、何が起こったのかよくわかん、え？お、お、お、ちょ、皆さん、なんか、電話鳴ってますよ。俺の動画見ずに。はい、電話先出てください。お願いします。あ、多分、このノコノコの携帯ですね、絶対。はい。ちょ、甲羅の中になんかテレフォン隠してそうだったんで。お、来ました、プロペラですね。救助隊キノコが出たんで。あ、やばいです。あー、くっそ。あー、くっそ。取れなかったか。ちょ、救助隊キノコがどっか行っちゃいましたね。もうすべてにおいて警戒しないとな、これ。あ、そっか。流れてこないんですね、これ、上ってなってるんで。あ、もしかしてこれ、P1でコインをブロックに変えたらいいっていう感じなのか。やばいなぁ。やばいなぁ。俺、なんかすべての仕掛けに引っかかってるような気がするなぁ。この人で。多分、この甲羅を投げてる人を倒していくとかいう。はい、仕掛けですね、絶対。あ、これ上からでも行けますね。土管がありますけど、まあ無理か。まあ、あの土管は、なんか入れるかなっていう、意識を持たせといて入れないっていう、はい。この裏切り感を持たせようということですね。じゃあ行きましょう。もうこれ倒してもいいよね、別に。なんか倒さなくてもいける。これ、なんだろう、あのブロスを使ってここ壊すのが正規ルートなのか、よくわかんないんですけど、まあいいでしょう。で、ここにちょっと救助隊キノコがあるんですよね。なので取っていきますよ、今回は。はい、こうやって。あ、あ、あ、あら、あら、あ、だ、邪魔ですね、これはちょっと。くそー。これどけよー。ちょ、救助隊キノコ眠ってたのにな。いや、踏んでなんとかいけそうだよね。よし、行きましょう。こうやって。やばいやばい。やばいやばい。あ、もう救助隊キノコのためだけに俺は何をやってるんでしょう。ちょ、こうやって行って。あれ？持てない？もしかして。持てないのかな？
モテないっぽいんで、ちょっとまあいいでしょう。無視していきましょうか、もう。結構クリボー出てくるんで。はい、行きました。で、ここは、もう下から、上から叩いて、お。これで、あえてこう、行けるんじゃないでしょうか。行けましたね。で、こうパックンフラワーが天に舞い上がるんで、もう避けて、これ多分、あ、これで爆発させて、行けということですね。これ邪魔だ。クッパジュニア邪魔なんで、もう倒しちゃいません。行きましょう。さて、どうなってんのかな？おー。急に、室内に来ましたね。もしかしたらさっきまでは、クッパ城のお庭を探索してたっていうことなのかな？じゃあ行きましょう。おい、すごい。なんか、やっつけたらダメな雰囲気がしたぞ、今。おわーとか言われたら。で、無事に救助隊キノコ取ったんで、これで行きましょう。よいしょ。危ないなぁ。どんだけ自己主張すんだよ、お前。どんだけ自己主張してんだよ、マリオ。よし、ちょっとこれは痛いですね。ちょっと、敵たちを、奈落の底に置くという、はい、奈落の底に行かせるという、ちょっと残酷な行為ですけど、まあいいでしょう。ちょ、なかなかカオスですね、これ。これ、とりあえず邪魔なんで倒して、あれ？マジか。マジか、これ倒れない系、倒れない系ボーンが。じゃあ、行きましょう。うまくなったもんだな、俺も。ここまで普通に来れるって、だいぶうまくなった感あるな。よし、行きましょう。で、ここら辺で着地して。はいはい、わかったわかった。だから、どんだけお前自己主張激しいんだって。お前ね、うるせえよ、もう。よし、こう来て。で、この辺りで敵を道連れにさせてあげる。あ、これ上行きますね、絶対。さっき下から行って、ちょっとクッパの、バンパーでやられてしまったんで、はい、ちょっとかなりバウンド性能高かったですね、クッパ。じゃあ遠くからファイヤーで攻撃ってことなのかな、やっぱり。もうそれしか方法が考えられないんで、とりあえず行きましょう。そう、このノコノコをクッパに当てるとかいう感じかな。じゃあやっていきましょう。こう、とりあえず、よし、親玉倒、あ、なんか落ちていくんじゃないか、もしかして。なんか待っとけばさ、勝手落ちていく感あるけど。よし。わ、地味な作業だな、これ。これ、ノコノコで当てるって俺言ったけど、すんげえ地味な作業だな、これ。行っちゃった方がいいっぽいな。よし。ゴリ押しで行きました。やったー。ははは。ろくに倒してもないのに行っちゃっていいのかな。クッパに申し訳ないけど。よし。オッケー。やったね。なんとか無事にゴールできました。いやー、クッパの意味がよくわかんなかったですけど。はい。まあ、楽しかったです。ありがとうございました。よし、じゃあ今回これを言って終わりましょうか。ワールド 1-8。ギザギザの城。なんでしょう、お弁当の草がいっぱい入ってるんでしょうかね。やっていきましょうか。カイザーさんが作ってくれました。行きましょう。ありがとうございます。ギザギザ感は今んとこないな。もしかしてこれ、ブロック叩くたびにトゲゾウが出てくるとかありそうだよな。そこちょっと注意しないとな。ここはこう行けばいいんだろうな、多分。はい。で、これ、もういいでしょう。倒しちゃいましょう。倒しちゃって。あー、ギザギザですね。ギザギザと円がコラボしてますね、これ。これ飛んじゃダメだな。下からくぐり抜けろってことだな、絶対。よし、じゃあもう一回こう、キノコ取りましょう。もうこれ、ノコノコ邪魔だよな。なんか使い道もなさそうだし。このファイヤーバーナーは丸なのに上がトゲトゲっていう、なんだろうな、この夢のコラボみたいな感じ。こう乗って、これ下行けんのか。これ敵溶岩かと思ったけど、これ下行けるっぽいですよね。よし。あ、またここに楕円がありますね。この楕円のジャンプ台を行って、おぉ。あ、これ、こう来て、よしよしよし。うまいこと、このトゲトゲがない間に行かないと、もう踏んでしまうよっていう。マリオの靴買い直さないといけないみたいになるんで。よし。ファイヤーバー多いなぁ。ちょっとうまいこと。まあ、これアスレチック系のステージは俺結構好きだからね。ありがとうございます。作ってくれて。よし。なんか今ファイヤーバー、あー、やっぱ飛んでくるなぁ。すごいなぁ。壁通り抜けるって。
お前らどんだけさ、自分の体は自信あんのこれ。よし、じゃあ行きます。おお、解体屋がいるね。ちょっとクッパ城の。クッパ城の大工さんがいるんで、これ倒していきましょう。よし。オッケー。これも倒していきましょうか。もうなんかパクパクさんがいるんで。よし、オッケーです。小学生の頃にやったパクパクさんがいっぱいいたんで。あれはあんま意味ないな。あれあんま意味ないパックンフラワーでしたね。ただなんか口からなんか吐きたかったみたいな。これもこうやって行きましょう。これ倒しちゃった方がいいですよね、絶対。なんか倒さないと申し訳ない感あるんで。わかりました。これ倒して、このクッパの乗り物を奪うっていう。強盗犯ですね、これ。強盗犯で行きましょう。よいしょっと。オッケー。で、強盗犯したら、あと警察から逃げればいいのかな。行きましょう。ここですね。お。ちょ、待て。これなんとかして左行きたいな。左絶対なんかありそう。無理か。まあ、いいでしょう。オッケーです。やりました。カイザーさんの作ってくれたステージ。ギザギザと丸がコラボしたっていうステージでしたね。はい、じゃあ今回はもうここまでにしたいと思います。ちょっとね、このステージの ID、はい、今ちょっと下に貼ってると思うんで、またやってみてください。俺の作った。こうやっていきなりね、何もしなかったら死んでしまうので、さっさと上行くなり下行くなり、人生の選択肢は決めましょう。ということで、今回ここまで見てくれてありがとうございました。面白ければね、ちょっと高評価などお願いします。では、さよなら。チャンネル登録をすると、僕の動画がアップされた時に、探す時間をかけずに、瞬時に見ることができます。肝心の登録方法は、パソコンで見ている方は、画面上に出てる、このチャンネル登録というボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見てる方は、この動画タイトル下のチャンネル登録と書いてある赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。